今日これまでに入った広島のニュースです。新しいサッカースタジアムの大型ビジョンに初めて動画が映し出されました。広島市で建設が進むエディオンピースウィング広島で国内最大規模の大型ビジョンの試験運転が行われました。午後4時半ごろ、選手が入場する場面をイメージした映像など実際の運用を想定した動画が初めて流されました。スタジアムは来月完成し、来年2月に開業予定です。